は、殺人鬼が幻想郷にいるそうよ。いきなりだな。てか殺人鬼はやばいって。だ、誰か来た怖いよ。ちょっと行ってくるわ。バカなの、あ、行っちゃった。マリサ来客よ、キツネさんが来たわ。どうもこんにちは、キツネです。金目のものはありませんよ。いや、泥棒扱いしないでください。殺人鬼が怖くて逃げてきただけです。なんかまた来たわ。時間停止で確認したけど、殺人鬼よ。それは大変です。今すぐここから逃げましょう。逃げる場所、あ、近くにキャンプ場がある、そこに避難しよう。行きましょう、キツネさん。あ、はい。ゼーハーゼーハー、キャンプ場あったけど先回りされてたなんて。だからもう廃園した遊園地に来たのにまたいるっていうね。しかもキツネさんとはぐれたし。あ、挨拶しとくか。どうも、こんにちは、みんなの底辺地下アイドル、マリッサさんだよ。うわぁ、他人のネタをパクリ。そんな挨拶して殺人呼ぼうとするとかないわ。グミスケさんごめんなさい。そういえばまだ、キツネさんについて紹介していなかったな。では紹介するわね。この人は、キツネさんで、チャンネル登録者200人、声のゆっくり実況者よ。では実況に戻りましょう。遊園地だし、ここは合流したら、お店の中とかに隠れてやり過ごしたいな。あと今回やってくのはサバイブキラー、制限時間が残り1分になったら、脱出口が開き。サバイバーはそこから出れば勝利だぜ。あ、そこの中とかいいんじゃない？確かに、しゃがんでいれば、外からはバレないな。まあ中を確認してくるだろうけど。てか、殺人鬼より、さっきのエイリアンみたいな、やつの方が怖いんだけど。あ、キツネさん発見、合流できたし、あとは一緒に逃げ回るだけだな。隠れるかって言ったが、見られたら終わりだし。てか、キツネさん気づいてる？大丈夫？気づいてますよ。心配しないでください。気づいてるみたいだし、やっぱこのまま逃げ回るぞ。ああ、じゃあ、お葬式の用意しとくから安心して、逃げなさい。私が死ぬ前提で、もう予約すな。でも私の勘が言ってるのよ、殺されるって。てか私たち残機あるし、別に大丈夫なのでは？確かに。それより、残り2分20秒くらいは、ここにいないといけないのか。とりあえずここ出たらまた、別のところに移って、っていうのを繰り返せば良さそうね。自分もそれでいいと思います。じゃあこれで決定だな。これ以上何か案を出したら、いいのじゃない限り却下だからな。てか殺人鬼に合わないわねー。せっかくだから会いたいわ。それ、自分から殺してくださいって言ってるようなもんだぞ。大丈夫、お葬式の用意はしているから、3人分。おい、お前が3人分とか言うから、キツネさん焦ってるじゃねえか。すみません、キツネさん、本当は2人分です。よか、じゃねえ、私もお葬式かよ。それより、ここは雑談するだけなんで、倍速で、これはやばい、殺人鬼が近くにいる合図だ、逃げろ。いやー、フレームレート低くて画面が動かないよー。そしてやばいよー。あ、キツネさんの方に。キツネさーん。しょしょしょ、消防車呼ばなきゃ。それを呼んでも何の解決もなんねーよ。てかこれ行かないと動画的にもあれだし、キツネさんにも失礼だし行くか。動画的にとか、寝たいこと言わないでください。でもやっぱ行かなきゃだけど、絶対殺人鬼は近くにいるのよねー。よしマリサ、死んでこい。無理です。お葬式の用意はしてあるからって、雑に扱わないでください。刺しますよ。わかったって二人で行こう。いいぜ、ビビって倒れんなよ。おっとこれはいますけど、そんなの関係ねえ。いやー。怖い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 。まずいわね、逃げないと。待って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 。やばい死ぬ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 。マジでやばいってキツネさんも私も。てやっぱりは確かよー。誰かに蘇生してもらわないと、マリサ生きてる？てこ、これは、絶対に、あいつにすぐ会った後から死んだわね。キノコ食べさせてっと。いえいえいえ、マリサちゃん元気元気。でも怖いから動くのは無理。やっぱり無能だったか、立ち絵は可能なのにな。それ以上言ったら八つ咲きにするぞ、いいな。もうあんたの方が殺人鬼だよ。あ、キツネさん、蘇生ありがとうございます。いえいえ、困った時はお互い様ですから。それより、今度は二人してやられそうなんだが。マリサ、お葬式、三人分に増やしといたわよ。そういう問題じゃねえんだよ。実は、嘘です。お前家帰ったらキノコくれない限り、処刑だからな、覚悟してろよ。いやそれより、死にそうって方がやばいだろ。一応ダウンしてても、脱出口行けば逃走できるんだが、遠いしな。諦めるしかないな。てかキツネさん死んじゃってるじゃん、いつの間に。クソ、私たちがキツネさんに迷惑、かけてなければ。それもなんだがな、なぜ、私たちは、体力ないのに動けてるんだ？
とりあえず残機減らして、一回リセットしてキャンプ場戻りましょう。というわけで葛藤。ここがキャンプ場だからな、また移動するまで倍速するぜ。で、次は隠れやすそうな家とかがある、廃村に来たわね。村かは知らんが、まあここらなら、殺人鬼にもバレにくいだろうな。とりあえず様子見で外出るか。それは無理ね、怖いもん。だから引きこもろう。はいはい、少しの間だけだぞ。てかめちゃくちゃ近くにいるな、ハンターが。引きこもって正解だったわね、もちろん計画通りよ。なんやかんやで、今の状態にあるのですが。ざっくり説明すると、ダウンして、蘇生してもらって今に当たります。以上。雑だし、急だし、もうほんと迷惑しかかけてねえよ。いやぁ、ほんとすみませんねえ。キツネさんも他の皆さんも。てかこれやばくねえ、ハンターが来たら。とりあえず、おーおー落ち着いて、たた助けましょう。お前が落ち着け、あとフレームレートがクソなんだが。それより、ほら、たくさん復活させたよ。一人助けただけで、たくさん復活させたとか言うな。はいすみません。あと脱出するわよー。脱出口が近くてよかったな。というわけで、フレンドと脱出。イエーイ。はぁ、脱出できただけなのに、なんでこんな喜んでんだろう。やめろ現実を言うな。これで安心だな。まあまたここから一回逃げるんだけどね。で、またまた移動して、学校に来たが、ロッカーに隠れてばっかというわけでカットしました。あ、ちなみにこの後も、引きこもるのしてるだけなんで、倍速です。正直言って、引きこもるからだよな。味方は必死に逃げてんのに、一人で引きこもるとか。最低じゃね？言い過ぎ。体力あれだけどもしかしたら逃げられるかもだから、落ち着いて。わかったぜ。あ、アイスは後で処刑だからな。とりあえず行ける限り行ってみるわ。まあ行けるだろ、と思っている時期が私にもありました。でしょうね。とりあえず、キツネさんと一緒に家に帰るわよ。いい方法思いついたから。ただいまだぜー、ところで何するんだ？いや殺人鬼が殺しに来るなら、こっちが倒せばいいやん。ってわけでマリサマスパ頼んだ。まあいいぞ、お、どうやら来たみたいだな。え、文字なの？何言ってんの今時の子はみんな文字よ。トリマウスは動かないし。よしこれで解決ね。え、まあ、倒せたなら、いいのか？それよりキツネさんコラボありがとうございました。というわけでみんなバイバイ。あ、最後におまけあるから、そっちも見ていってね。